後治療の時間でまたコートに戻っていきましたが、うん、今日はフェイスガードをつけてのプレー、町田のレイアップ、うれしいですね、うまく入っていきました。8対2、富士通がリードして開始4分が経過。第1クォーター最初、前半最初のタイムアウトはエネオスが取っています。ゲーム1を取っております富士通がリードする滑り出しになりました。第1クォーターです。ここまで有明さんご覧いただいてどんな印象でしょうか。そうですね、まだ両チームアウトサイドシュートが来てないといったところで、はい、いいですね。ここはミスマッチ、ミスマッチですね。篠崎と徳橋、さらに宮沢、ここもミスマッチです。宮沢、宮崎、押し込んで入ってきました。町田のリバースレイアップ、いいですね。ナイスカッティングです。町田、ここはスターターの5人で第2クォーターを始めています。富士通の方もスターターの5人です。町田、宮沢の3、どうだ、来ました。いいですね。両チーム続いて最初の3ポイントがヒットしました。宮沢です。あ、これを許しませんでした富士通。町田、ね、お声が入ってきた、いい通面ゲームでした。よかったですね、はい、しっかり今ラリーが続いていたんですけれども、町田選手がしっかり止めて、ディフェンスに応じて、セターンオーバー選手です。さあ、そして走る富士通、篠崎、そしてお声、ナイスピックパスから最後はお声、モニカが打てるっていうのは富士通の強みですよね。そうですね。さらにここもターンオーバーを誘発してファストブレイク、アウトサイドからさらにいました、はい、当然ご両親もこの代々木第二体育館には駆けつけております。嬉しいですよね、すごい姉妹ですよ ね、はい、よく考えれば、はい、さあ、そこで町田のジャンパーが来ます。渡嘉敷、お声もぎ取った、ターンオーバー、よく思いましたね。お声のパワーが勝りました。そしてヘジテーションを繰り返しながら町田のレイアップ、素晴らしい緩急したいですよね。篠崎のエルボージャンパー、ナイスシュートです。ただ1余裕がありますね。残り1分を切りました。ファールしないですかね。ファールで止めませんか。止めないですね。町田のドライブ、スクープショット残り 35.9 秒、しっかり時間を、町田選手、いや、しっかり時間を使ってですね、最後ファールもらってバスケットカウントという素晴らしいプレーですね。このプレッシャーのかかるチーショットを難なく決めてみせました。余裕がありますね。3点プレー完成。これここで試合終了。富士通連勝で2015年以来7年ぶりの W リーグファイナル進出決定。